お世話になります。一人でございます。以前の動画で色違いウーが出るねイベントレイドがあったかと思いますが、それで100万回ウーを倒すとプレゼントがあるということで、そのプレゼントがね配布開始されました。だからあの100万回達成できたんですね。意外とすぐ行っちゃうもんなんですね。誰もやらなそうなイベントレイドだったと思うんですけど、まあ相変わらずポケモンはすごいと。ということで今回はそのプレゼントを受け取っていきたいと思います。受け取り方については、不思議な贈り物からですね、ここから不思議な贈り物を受け取るで、シリアルコードとかはないんでね、全員受け取れると思いますので、インターネットで受け取るやっていきましょう。はい、これでインターネットに切り替えて贈り物を探していますと。はい、これで道具セットプレゼントでございますと。受け取っていきましょう。何が来るかな、何が来るかな、バーンということで、これでね、中身壊れちゃうんじゃねえかっていうツッコミあると思うんですが、そこは突っ込まないで送りましょう。それがポケモンというものですよ。はい、これで受け取っていく。火炎玉、毒毒玉、電気玉、銀の王冠、金の王冠逆になっちゃったけど、お団子真珠を受け取りましたということで、玉ばっかですね。玉3つということで、我々には、かなり余分だと思うんですが、まあこいつらはねかなり珍しい玉なので、まあ対戦やってる方とか、かなりいいんじゃないでしょうか。でなんといっても金の王冠ね、これは普通にプレイしてたら、まあ手に入れるのは超難しいですからね。これはめちゃめちゃありがたいんじゃない？っていうか、でもそんな使わないのか、でも金の王冠自体は。実際は銀の王冠とかのが使うのかな？だからこれ3個ありがたいですね。どうせなら6個ぐらいくれよっていう風に、私の欲望が言ってるんですが、まあそこは抑えておきましょう。で、お団子真珠3つということですが、これはいらん。まああってもいいぐらいか。はい、ということで結構珍しいアイテムね、受け取れますので、これを受け取らない手はないと思います。多分、倒してない人でもね、受け取れんじゃないないかなっていう感じですので、でも最近起動してないのにわざわざ起動して受け取るほどではない感じですけどね。まあ何の苦労もせず手に入れられるので、受け取れよ。